おはようございます。SK チャンネルの佐藤希と健太です。はい、今回のね動画なんですけど、まあ、今日のね撮影日は2月21日なんですけど、明日2月22日は何の日ですか？僕の誕生日です。おめでとうございます。そうなんです。明日の2月22日は健太の、22歳の誕生日でございます。2続きですね。そうだね。2並びだ。令和2年だし。本当だね。すごいね。やばいね。で、今回は何をしますかと言いますと、毎年ね、僕たちは誕生日プレゼントだとかね、そういうものを送り合っているんですけど、まあ、今回もね、もちろんプレゼントをあげようと思ったんですけど、まあね、単純にあげても面白くないと思ったわけですよ。なので今回は、ボールを10球蹴ってもらって、クロスバー上のポストに当てた本数かける5000円をプレゼントしたいと思います。5000円ってやばいよね。まあどういうこと、まあどういうことかと言いますと、まあ、1本当てれば5000円、まあ、5本当てれば5000かける5で2万5000円という感じで計算していきます。で、まあケンタがね好きなね、ベイパー13とかね、はい、エリートとかそういうものは定価ね2万7500円とか、っていう感じなので、まあ、実質5、6、7本ぐらい当てれば、まあ、買ってもらえると。やった。だからケンタが3本当てれば3515で1万5000円のものを僕がケンタに買ってあげるとという企画でございます。太っ腹ですね。いや、まあ、いつもお世話になってるんでね、こんぐらいやらないとね。っていうかもうプレゼントする気あんのかっていう感じの企画なんですけど、まあ今日はねちょっと面白いと思ったんで、今回そちらをやっていきたいと思います。ゼロ本だったらスタバです。はい、ゼロ本だったらスタバ、まあグランデマだったらいいかな。ちょまあちょっとね、借りてる会場の時間がもう迫ってるので、ね、ちゃちゃっと撮っていきたいと思います。では早速1本目いこうか。さあ何本当てていくら稼げるのか。1本目ピーッ。ケンタ1本目は失敗です。あと残り9本当てれば僕史上4万5000円となります。まあ、4万5000円もいかないことを願ってます。いや、もう残り6本なんで、次外したらちょっとベイパーを奢ってもらえませんね。はい、というわけで、合計3本ヒットしたということで、1万5000円分の、ま、商品をプレゼントしたいと思います。おめでとうございます。ありがとうございます。まあ、普段より高いのか安いのかちょっと中途半端ではないですけど、あれだね、最初からやる前3本ぐらいかなとか言っとったもんね。そうだね、デジャブになったみたいな感じなんで、まあ、サトキ的にはお財布にダメージが極力少なく済んだかなということですね。あと2本ぐらい行きたかったね。そうですね。では1万5000円分のスタバを買いに行きますか。そうだね。フラペチーノ何本ですか。何本だろうね。もうとりあえずお腹はシャーシャーって。というわけでね、今回はねこちらのバー当てチャレンジをやっていきました。はい、これからね、名古屋の方に、これ早速買い物に行こうかと思うんですけど、そちらの動画はまた別で上げますので、ぜひそちらもお楽しみにしてください。では次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。スタバ行こう。スタバ
はい、いや先ほどね、ケンタのクロスバー当てのチャレンジやって、はい、まあ、誕生日プレゼントとか買いに行く話だったんですけど、まあ、名古屋のね、カモさんに行ったんですけど、まあ、ちょっとお目当てだったスパイクがなかったというところで、はい、もうこちら、落ちちゃいました。落ちちゃいました。こちらね、はい、まあね、何を買ったかはね、届いてからのお楽しみっていうことで、ぜひ、そう、お楽しみに。お伝えください。はい、ちょっとスシロー来てるんですけど、うるさいな。ちょっと寿司食いますわ。寿司食いましょう。ではまた次回の動画でお会いしましょう。